山市北区の天神町にやってきました。でこの目の前が城下筋です。ですぐ近くに岡山城あったり、まあ、後楽園あったりするような場所なんですけども、今日はねちょっと気になる場所をご紹介しようかなと思います。でこちらが城下筋なんですけども、この目の前に岡山神社があります。でもこの目の前ずっと行ったらね旭川なるんですけど、こっち、あ、もうこのすぐ目の前にあります。この石材屋さんかな、あ、石材関係のビルの横しに海運油かけ大黒天天子尊像このバトルの敷地なんで、今日はね、こちらです。はい、油大黒天さんが祀られる場所なんですけど、このまあ由来が、まあ、油はその当時はねとても貴重なもの、食用だけじゃなくて燃料にも使われていたと、そういたというわけで、まあ、油商人がいて、まあ、この近くで、まあ、油を売ってたそうで、その油がなんとひっくり返ってしまって、ほとんど売れるような量じゃなくなったんですよね。でそれで、まあ、途方に暮れていたところ、その隣に、まあ、すぐ近くに大黒天さんが来ました。でその商人は大黒天さんに残りの油をかけたということです。でそこからすると、今まで売れなかった油が不思議とどんどん売れて繁盛したということから、まあこういう形で祀られるようになったそうです。油をかけになり二礼してから先輩です。先に油をかけます。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。もう駐車場はね、なんかあの従業員の専用駐車場になってしまうんですけども、まあ、基本的には、まあ、そんな駐車スペースはないと思っていただけたらなと思います。この近くにね後楽園がありますので、後楽園のこの専用というか観光駐車場を使って、まあ、ぜひ来ていただけたらなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。
フォローよろしくお願いします。